こんばんは、ワイズです。冒険ダンジョン村実況プレイ始めていきたいと思います。カメラを引きたい。違う、セーブ完了は良くて、はい、オッケー、カメラ引けた。雑魚にめっちゃやられてる。あれなんだよね、この太郎さんがさ、雑魚として来始めてからやられる率上がった気がするな。とりあえずいつもと同じことをやっていこうかなと思うんだけど、そう、前回はこの辺いろいろ増やして、風車作ったりしたんだよね、確か。合ってるよね。そう。なので、新しい施設を作るためにまたマッチポイントを貯めなければいけない状況になっていると。多分でも、マッチポイントを貯めて新しく作れるようにしたいものって、そうだよね。木しかないので、まあ、そんなに焦んないでもいいんじゃないかなっていう状況ではあると。はい、とりあえずアイテム消費終わったみたいなんで、マジックポットを除き、新しく作れるようになったものは特になしで、放り込むものはあるかな。延べ棒はいつも通り入れない。まあ、魔法ポイントにしちゃっていいか。バイオリンは結構作るものいろいろあるからね。これは入れちゃうとして、あとは闇ポイント上がるものは特にないので、あとは焦んないでもいいかな。はい、ということで、ではクエストいきましょう。お、依頼量も高くなってきているが、メタルボクサー大発生プラス2は確か、そう、メタルボクサー大発生が2つ出て、片方クリアしたら勝手にプラス2がついたっていう流れだったよね。見落としじゃなかったら。うん、合ってたはず。なので、多分ね、強くなってると思うんだよね。そこそこ苦労したミッションのさらに強化版ってことなので、これはちょっと一回置いておこうかなと思います。古代の宮殿の探検。こちらから行きましょう。宝箱が9個あるってことかな。はい、北太郎をはじめとして、1、2、3、4、5人、6人。まあまあかな。ゆたろうさんも入ってくれてるし、ゆたろう氏あんまり活躍してないんだけどね、最近。はい、期待できそうです。じゃあ行ってもらいましょう。まあ、足りなければ後で追加で人入ってもらう感じかな。うん、敵2人だし、これはいけるでしょう。9って出てるのは何なんだろうな。 1、2、3、4、5、6、7、8、あれか、敵と宝箱の数を合わせて合計9個ありますよっていうことなのかな。9っていう表示、あ、今何の9かっていうと、あ、見れない。クエスト依頼するときに宝箱9っていう表示が出てたと思うんだけど、それのこと。うん、まあでも、あの数字が大きいイコール何かしら手に入る機会も多いっていうことだと思えば、そんなに気にしなくてもいいのかな。高級傷薬を入手、板チョコを入手。いや、なんか左右で両方いたぶられてんね、冒険者が。あ、敵消えちゃった、左側。あまりに倒せないと多分勝手に消えちゃうんだね、一定時間で。マイホーム所持者が税金を納める時期になりました。2人3人4人5人6人7人。ちょっとみんなに脱税教えるのやめて、誰かわかんないけど。あ、でも扶養を払ってる。いや、わかんないな、毎回言ってるけどね、これわかんないな、これ。なんで納めなくなんだろう。でも納める人はそこそこ金額を納めてくれてるから、やっぱり敵倒した数なのかな。梅五郎が高いことを見てもそんな気がするね。はい、とりあえず9380ゴールドの収入がありました。で、そろそろダンジョンの方が敵との接触。まあ倒せるんじゃないかな。あのキノコは割と前から出てるモンスターだし、その後のカッパもそうだよね。割と見慣れたモンスターなのでなんとかなると思います。お、右側敵消えたのかな。ちょっと見てなかったけど、倒したか消えたか、解決したようだね、雑魚倒しは。ある程度で、お、近くのやつを連れて宿屋に帰ると。うーん、そこそこ雑魚が強いからな。
放置しといてもあんまりお金稼ぎになんないところが問題だよね。あれかな、やっぱりクエストでマッチポイント結構かかるクエストやって、力とか体力とかその辺の冒険者のステータス上げるやつをどんどんこなしていく方がいいのかな。はい、天使のクリスタルを入手、これでダンジョンクリア。経験値45獲得と人気が20上昇。あ、バイオリンやっぱ高いんだね。あ、天使のクリスタルは、そっかそっか、悪ポイント、何、闇ポイント、あれがいただけるので結構ありがたい。巨匠のバイオリンも売ってもいいぐらいだな、この金額って。まあ、いいか、とりあえずはい、ポイントを獲得して、その後にクリスタルを放り込みましょう。うん、闇ポイントが上がる。はい、で、お、そっか、板チョコも上がるんだ。板チョコってなんか火と氷と雷のポイント出したことないけど、闇が上がるからかなりありがたいよね。え、普通に板チョコって買えたりすんのかな、アイテム屋で。え、だとしたら買いたいよね。板チョコ、あー、1000ね。1000か1000なら買っちゃいましょう。あ、ナタデココも1000か。あ、ぬいぐるみも2000か豪遊。あとは闇ポイント上がるの、コウモリの羽も上がるっけ。ブラジャーも上がるんだっけ。あ、この辺買って闇ポイント稼ぐのありかもね。今までやってなかった上げ方を急にしていってるけど、そう、ブラジャー闇ポイント上がるよね、やっぱり。あ、そっか、アイテム買って入れるっていう方法あったね。そっか、闇ポイント稼ぐのダンジョン待ちって思ってたけど、この方がかなり効率いいわ。お金はある程度減るけど、まだ10万以上あるから全然慌てるような金額じゃないので。いや、いいね、いいですね、美味しいですね。で、あとバイオリンはまあちょっと売ってもいいかもって言ってたけど、そうだよね、この2つもかなり上がるよね。ナタデココ&ナタデココ、ナタデココで、ぬいぐるみも4つ入れる。ぬいぐるみ上がるポイントでかっ、すごいね。闇ポイントも20いったけど、それ以外ももう300とかいってる。はい、これは何か作るべきでしょう。作ってない装備系、皮膚キロット、皮膚キロットだけかな。もうちょっと知識が手に入ったら新しく作れるのも増えてくると思うんだけど、とりあえず皮膚キロットは闇ポイントが足りなくて作れてなかった、20ポイント使うので、これを作っちゃおうと思います。はい、作成しました。これで新しく作ることはできなくなったね。あとはどうしようかな、ポイントの使い方。あー、404040で高級傷薬いけるか。なんか強い敵来た時のためにこれも作っといていいんじゃないかな、3つぐらいね。またいざとなったらアイテム買っちゃえば割と稼げることが分かったので、うん、無理しないでいいでしょう。あれ、これちなみに建物作るやつとかって2度目やったらどうなんだ。あ、取得済みのやつはもう作れないのかな。これやってみよう。あ、そうなんだ、取得済みってなってるやつは1回作ったらもう2度と作れない。なるほどね、そりゃそうか、建物は1回作れるようになったらあと何覚えんだって話だもんね。つまり取得済みのもので、ポイントが余ったらこっちの所持数何個っていう方を作ればいいと。
で最悪お金に換金してしまえば、まあね、あの他のポイントを使えない時も他の使い出が出てくると、アイテム買ったりとか。なるほど。はい、ではとりあえず17個素材が残っている、溶けてないで残ってるので、これが溶けるまでは放置しようかなと思います。はい、で商品入荷、これは皮膚キロットだね。買ってくれるといいな。討伐モンスター、お、あ、ちゃんと太郎を倒したことになってるね。収入 23,000、 ちょっと少なめだけど、放置すればお金稼げるかな。もうちょっと、さすがにアイテムいろいろ買ってお金使っちゃったので少し放置したいな。9万5千、10万は超えたよね。それはすぐだと思うけど、あと2000。町の外を調べていたら古代の宮殿発見、了解。さっき古代の宮殿終わったばっかだけど、はい、とりあえず10万超えたから、もうじゃあ次のクエスト行っちゃおうか。古代の宮殿、あ、こっちの方が安いんだ。というかさっきクリアしたやつまんまだね、これ。まあ、まんま同じ、なんだろう、報酬だったとしても行った方が得だと思うので、こっち行っちゃおう。はい、パーティヒコ、アマネさん、タッタラさん、ヒゲジ、キタタロウ、タバタさん。あ、ヨーコでいいんだっけ、これ名前の読み方をさ毎度忘れちゃうんだけど、ヨーコでいいんだっけ。耕すこと書いて、だったら頑張り上げたいな。いい加減来てからそこそこ経つよね。まあ一番新人ではあるんだけれど、そろそろ上がっていってもいいんじゃないかな。うまくいくと思います。なので行ってもらいましょう。はちょっと待って、応援出した方がいいよね、これ敵が 1,2,3,4,5,6,7 体。ちょっとうまくいくと思います。じゃあ心もとないので、強力な人に追加で行ってもらおう。梅五郎ちゃん、言ったろ、うーん、騎士がいた方がいいか。真由美さん、いや、パパッと終えてくれればそれはそれでいいので、強力な人みんなで行ってもらおう。ロドリゲスさん最近頑張ってるから行ってもらおう。じゃあこんな感じで OK。 はい、9人がかりです。1ダンジョンの最大人数だね、9人。さてさて、お、右の雑魚も倒してくれた。お、占領リータ牛米が弓使いをマスターしました。マスターボナスで器用が20上昇、転職もちろんします。弓使いをマスター、あー、騎士からスタートしてんのか。じゃあ魔法使いまでは行ってほしいけど、この辺極めた方がいいのかな、どうなんだろうな。今後職業いろいろ増えるからね、多分いろんな人が職業マスターしたら、だからまあ上級職埋めていく感じでいいのかなと思います。魔法使い5人もいるけど、まあなってもらいましょう。魔法使いに転職します。お、満足が100、上限まで到達。あ、まあステータスアップも結構あるしね。お、どうした、珍しいリアクション。今回のダンジョンはモンスターだらけですね、増援お願いします。もうしてありますよ、できる町長でしょ。これ9人で足りないですねの意味だったらもう積んでるんで諦めてもろて。どうだ、いけるか。これなんか見た目からしたらさ、あの先頭に立ってるやつだけが戦って、負けたら2番目のやつが戦ってって見えるけど、多分同時に戦ってるやつはこういう状況で並列で戦ってるっていうことでいいんだよね、多分。まあ、先頭のやつから倒れていくのはなんかちょっとよくわかんないけど、一人ずつ戦ってたらね、レベル低いやつって即やられちゃうと思うんで、多分そういう感じでもないんじゃないのかな。モグラ杖、あ、いけたいけた。あとカッパ、カッパにカッパに、あとモグラとキノコ。宝1個って少なくない？その分経験値とかもらえんのかな。まあまあいいか。はい、
で、レベルアップとかは特にないな。そろそろマッチポイント増えてきたんだけど、175か。イベント開催もしたいんだよな。この200ポイントのイベントっていうのを景気大会以外開いてないから、運動会とかそのみんなで合宿とか、この辺のステータスアップ系を全部一回はこなしていきたいんだよね。マッチポイント200って結構重いんだよな。ザコモンスター倒しててもあんまり稼げないポイントだから、ちょっと待つか。うーん、悩ましいね。木を建てられるようになるより、多分先にイベントの全種類コンプリートというか、今やれるやつをコンプリートする方が、多分優先した方がいいんじゃないかなと思っていたりする。はい、ちょっと待って、大丈夫？お金5万まで減ってますよ。そっか、モンスター討伐、ここのやつら弱くてできてないんだ。あまりに主力をダンジョンに置きすぎて、やべえ、あと2ヶ月で破産する。やばい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 よ。ちょっと待って、ダンジョン失敗するわけにいかんからね。クエスト期間残り1ヶ月、あとモンスター1体と宝箱だけならいけるか。いけるよね、いけてよね。マジでマジで90%で終わりとかなしだよ。もう即倒して、マジで本当に早く早く早く。で、7月4週とかで終わる。今7月3週、画面左上見ればわかると思うけど、いつから依頼したっけ。あと2週ぐらいで多分終わっちゃうよね。オッケー、いけた。これあと宝箱取るだけなら間に合うよね。間に合ってくれよ。ここで報酬なしとか言ったらかなり致命的なので。はい、天使のクリスタル入手してクリア。オッケー、間に合った。危ない。思ったよりギリギリだった。さあ、経験値45獲得、町の人気が20上昇で、天使のクリスタル5000。あぶねー。はい、人気ゲージが4500突破。あの、しばらく町の財政潤うまで男女行きません。お、新人袋小路実松、こんにちは。スーパー銭湯は大変素晴らしい町だと話に聞いてやってきました。これからはちょくちょく足を運ぼうと思います。よろしくお願いします。闇商人、闇商人なんだ。買い物価格下がったりするかな。闇商人の袋小路実松さんが訪れるようになりました。いいね、どんどん住人増えるのはありがたいが、やっぱり家足りないよね。今ある家の数だとあと2人新人が入ったらおしまいなんだけど、今多分家持ってないやつらが2人以上いるので、すでに今後人数が増えることを含めても、どっかに家を増設しないといけないかな。どこだろうな、住宅地のこの並びだよね多分。ニーハオ、いろんな町見てきたけど、この町をずっと探してた。ある、ここで生活していきたい。ある、住居を建設してほしい。あるね。典型的中国の人のイメージ。いないだろああいう人は。チュンライライが入居。さあ、でも行ってたそばから入居1個埋まっちゃったから、どうしようかな。もう引っ越し作業しちゃうか。しちゃおうか。はい、じゃあちょっと、いやでもどうしようかな、お金がやばいんだよな。いやでも5万あれば大丈夫か。普段の消費はあるだろうから、この花撤去、花撤去、木撤去、ごめんなさい、さしてもらって、価格品質下がるけど、はい、チュンライライさんおめでとう、家ができました。本当に何と言ったらよいか、感謝の気持ちでいっぱいです。アルゴどうしたおい。急にアル使わなくて喋れるようになっちゃった。自分の住む町をより良くできるよう頑張ります。お礼にこちらを受け取ってください。キャラ付けしてたのかな。
新刊のローブを入手しました。どうぞある。はい、で、途中からやっていきましょう。配置替えでこれをここに、あーちょっと待って、方向がおかしかったよね今。そうだよね、出入り口こっちの方が正しいよね。じゃあここにもう一回で、これをあれ、あ、合ってるよね。アイスクリーム屋をここでいいかな。はい、なんか出入り口的に横の感じしたけど、カウンターがこっちについてるからまあいいでしょう。でここに住居を作っていく。一旦3つ作りの、木とかを切れば最大5つまでいけるし、まあ、同じように配置替えしていけばもっと作れるようになるので、はい、入居募集を3つ作っておきましょう。これ事前に作る意味はそんなにないと思うんだけどね。まあ後々のことというか先を見通して建設していけるから、まあ、作っておくと、まあ、あといくつあるなっていうカウントがしやすいかな。はい、で200ポイントそろそろ貯まるから、どうしようかな、イベント先にやるか。冒険者の人数が増えてくれば来るほど、多分一律で力アップとか体力アップみたいなことすると効果がでかいと思うんだよね、掛け算だから。はい、ということで、あと3ポイント貯まったら雑魚チラチラっと倒してくれれば貯まるはず。お、なんか急に増えたね。なんか今月の収益とかで増えたのかな。はい、じゃあ増えたようなのでイベントやっていきましょう。イベント開催、はい、全員の体力アップ、どっちかな、力先か。はい、みんなで合宿しましょう。就寝前の枕投げで鍛えます。もうちょっとちゃんと修行してもろて。はい、みんなで合宿しまして力が上昇、上昇幅大きいはずだよね、200払ってるから今回。あー、大きいやつはやっぱ大きいね、確かに。え、でもさ、でもだよ、このぐらいなんだね。いや、この60のイベントあるじゃん、この力アップ、これからするとそんなに大きくなかったんじゃないって気がするけどな。3倍以上ポイント使う割に効果的には3倍は超えてないよね多分。え、だとしたら回数開けるならこっちの60ポイントとかを積極的に使っていった方がいいのか。はい、まあそれは次回考えるとして、一旦マッチポイント60ポイントになったと。はい、であとは特に動きはないかな。雑魚を普通に倒してもらって、町の外で小水の符の群れを見かけました。よからぬことを企む前に退治してしまいましょう。大量発生経過、大量発生2つ目だね。とりあえず町かな。やっぱり町のお金がかなり減ってるので、もう少し消費をしてもらってからイベントこなすようにしたい。で、マジックポットの中身全部消化、おーおーおーおお、でかっ、全部消化できたので50ポイントずつぐらい入ってるね。知識も17一気に増えた。闇ポイントはいくら闇ポイント増えるもの使ってても、この消化した後のポイント追加ってほとんどないんだね。あー、ファイアーローが作成可能、闇ポイントがまた足りない、金使えばいいのよ。勇者の腕輪が作成可能、あ、いいですね。勇者の腕輪はすぐにでも作れるかな。ファイアーローは、うん、闇ポイント不足で作れない。お、ここ埋まったね、間1個だけ空いてたやつ。うん、50ポイントずつ闇以外のポイントを使えば作れるので、勇者の腕輪は作っちゃいます。 OK。 さあ誰が買うか、誰が勇者になるか、買ったやつが勇者だ。でファイアーローができたらあと1個で終わるんだね、このレシピ取得。あと上の方も全部覚えてるから、うん、作れるもののラスト1個がまだアンロックされてないっていう感じかな。はい、お、何イチャキンって、どうした、どうしたどうしたよ。え、ちょ、マジでチャキンって何、なんかすごいいい音してたよね。
何勇者の腕輪を作ったことによって勇者装備が全部店に揃いましたよみたいな。え、でもだったら告知するよね。まあなんかいいことがあったんでしょう。あれ絶対悪い音じゃないよねと思う。さあ維持費2万8000払って収入3万だから、うん、放置すれば少しは金稼げるようになってるね。うーわー、ドスコイ太郎2体同時出現。勇者も強くなったから結構いけるとは思うんだけど、やっぱ苦戦はするよね。あ、でもいいねいいね、減るね減るね。おお、あと一発、あとワンコンボワンコンボ、いけ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 。その奥の奥、奥太郎、奥太郎を倒そう。まずこの太郎弱いから、もうあと1太郎で倒せるから。オッケーオッケー、いけ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 、太郎いけ、そっちじゃない。あ、オッケーオッケーオッケー、いいね。太郎倒すだけで1500稼げるんだ。そしたらこの、なんだろう、倒れてる人たちが起き上がったら、まあ、いけるんじゃない。こいつもむしろ敵減ってるしね。というか総力戦になってるね、ここ。他のとこ敵いないじゃん。あ、オッケーオッケー、メタルボクサーも強いからな、そこそこ。よし、こっからどんどん勇者たちが復活していく。あ、いい、一人で半分減らしたよ、まゆみさん。弓強いね。もう次で勝てるもんね。おお、強っ。一人で勝ってんじゃん。さあ、パテヒコが魔法使いました。火の魔法を習得で、転職で、おっと、上級職全部マスター出てきたね。どうしようか。低いやつやる必要あんのかな、この一般職。無理してやんなくてもいいんだったら上級職に転職し直して、例えばずっと弓使いとかずっと騎士で運用していく方がステータス的には強いんだよね。でも全部マスターしてほしいな。植物の設置費安くなる、建築スピード速い、販売店の価格アップ、まあ、どれかって言ったら商人だけどステータス下がるんだよね多分結構。パテヒコ主力だからな。かといって遊ばすのもなんだしな。承認しちゃおっか。うーわー、魔力下がるね。他ステータス上がるけど魔法使いがそもそも低いだけだよねこれ。まあ、でもいいでしょう、承認にしちゃいましょう。パテヒコ承認。さあ、頑張りも91まで上がりました。似合う似合う。さてさて、じゃあこの辺りで、みんなが担がれて宿屋に入る辺りで終了しようかな今回は。画面右上見てわかる通りお金が激減したので、でも開始時十何万あったよね。うん、なのでお金が増えるまではちょっと保守的な運用をして、まあある程度お金が増えてきたらまた新しいダンジョンに挑んだりみたいな、そんな感じにしようかな。はい、そんな感じで。ありがとうございました。またよろしくお願いします。